チミン最新不動産情報。どうもベタの住みます芸人 WC シーソン経理です。さあ今回やってきましたのはセレンディティスカイビラー。今回2回目でございます。もうね最高のおもてなしをしてくれる物件でございますよ。めちゃくちゃ良かったもん。でもやっぱりね改めて来た理由はですね、売買にも力を入れてますということです。エレベーターが直でその家に着くんよね。そうね、だプライベートエレベーター的なね。すごかったのよ、うん、ではもう改めてね皆さん見ていきましょう、うん、そしてもう購入される方はすぐエナセスさんの方に連絡してください。やっていきましょう。スチームサウナと普通サウナ、やっぱプールめっちゃいいね。仕切りがないけさパーって抜けてるもん。めっちゃいいわ。で奥にはビテックスコタワーも見えますよ。ど中心地にあるがゆえにもめっちゃ近いもん。ビテックスコが最高。きっとプライベートエレベーター。これすごいよね、うん、で、ここに靴箱があって、はい、綺麗ですよ。ここが入り口のドア、こう、え、こういうこと。ひょっとこみたいな顔、ちょっとだけひょっとこ。今、バッて入ってね、うん、見て感じたのがマジで綺麗。あの2年前来た時とほぼ変わってない。なんか変わったところはあるとこ探すのが難しい。一応その2人2年半の間に、なるほどね、うん、2回転してはいるけどこの綺麗さちゃんと保ててる。まあここを購入されてもいいし、まあ、賃貸もできるので、はい、そちらでもいいです。さあここで問題です、ね、クイズ、はい、急に。いやほらだってさ、ただただもう同じところ回ってもさ、まあだったら前の動画見りゃええやんってなるじゃん。まあそうね。僕がこちらのライトなんと表現したでしょう。不動産動画見てる方ならね絶対もわかる。簡単。じゃあ3択しようか、うん、1番線香花火、2番線香花火、3番線香花火。あ、やばい。さあどれ。ちょっと待って、どれ答えたくない。ちょっと難しいな。わかるよ、難しいのはわかる。そう、1番の線香花火。線香花火と表現してね。けどさ、はい、今見てさ、はい、どう、今ならば、うん、どう表現しますか。今なら線香花火。そう、一緒。成長ゼロ。もう線香花火にしか見えない。嘘でしょ、うん、そしてこのリビングもね、この黒とダーク系の家具で統一されて、やっぱエレガントな感じですよ。本当絨毯とかもめっちゃ綺麗だね。二回転してるとは本当思えないよ。バルコニー、バルコニーも広いね。すごい幅があって長い。椅子とかも置けるしね、ここだったらね、うん、あのガラスがね結構大きいよ。だけどね、こう風も入ってきて気持ちいいよ。いやーいいな、マジでモテるわここ住んだら。こちらキッチンも行ってみましょう。この字型でね、広くていいですよ。これもしかして、これ誰じゃん。冷蔵庫来た。これあったやん。前回のメトロポールでこんなのないよって言ってたのに、しかいい。開けたら冷蔵庫よ。2年半前に出会ってるよ。ありました、やっぱこの隠すスタイル。まあね、すごいすっきりしてるね。ワンベッドルームだけど3口もあって、でこちらオーブンもありますと。料理する人にもすごい優しいキッチン。これなんだっけ、これレンジ、これレンジ。
で埋め込みやけんさ、めっちゃいいね。え、こんな良かったっけ。いやこんな良かったよ。いや、めっちゃいいわ。で、ここが洗濯機をね、置ける場所と、ちょっと勝手口かな、非常口だっけ。うん、非常口で、ここからも出れるというね、素晴らしい。そしてベッドルーム、いや、ベッドルームも綺麗やね。2回転してるとは思えんわ。床ももうほんと新品と変わらん、すごいな。で、やっぱさ、音も静かね。こんな土中陣地なのに、うん、ガラスも多分複層ガラスでしょこれ。あ、そうそうそう。いや、これ綺麗だし、ね、はい、収納も広いですよ。はい、鏡も広いし。さて、ここで問題です。実はこの部屋には電源の差し込み口があります。何個あるでしょうか。え、何個数、個数。いや、それはもう正直この前回も多分映ってない。いや、だけど全部1を映しとるから、そこをちゃんとね、分かってる。あれあれあれ、おもむろに近づいてるけど。じゃあこれも3択ね。うん、1番1個、2番7個、3番、うん、8万個。ちょっとさあどれ。むずいか。え、ちょっと待ってくれ、そんな簡単に出すの答えたくないわ、みんな絶対に。正解は2番7個です。わかった。いや、これに騙されるかなと思ったよ。ここに今おったけんね、うん、騙されるかなと思った。いや、だとしたら絶対3つっていうのを選択肢にないといかん気するけどね。8万とぶれるだろうなと思ったよね。8万から8万、1、2、3、そして4、5、あ、ちなみに6、そう、下にもある6、7個もある。これさ、コンセントすごい珍しくない。確かにこの形ね、うん、だから漢字の土もね、練習できるよね。子供に教えられる、うん、子供に何回も練習できるもん。こうやって土だけ何回も絵の人でせんの。だっていろんなジャンルの、うん、に対応できるってことでしょ。なんかほら、そうそうそう、古いタイプのコンセントとかさ、なんかあるじゃん、なんかすっごいごついさ、あるね、3個太めの1、2、3みたいな。ベトナムにはね、まだ そういうのもあるし、うん、多分海外仕様のやつもいけるってことよね、きっと。他のヨーロッパとかの基準のやつも、ね、うん、いや、さすが国際色豊かな方がこう住むっていう、そういう場所ですよ。じゃあ次行ってみよう。ゆかりやさん、次行ってみよう。そして最後はトイレとシャワールーム。はい、いや、ここもね、いや、ほんと綺麗やね。やったわ、杉本さんと。やったわ、幽体離脱。あそこは問題にせず。いや、問題にせんよ。だってもうこんな簡単すぎるもん。マジで簡単。いや、でもそんなのはずっと簡単よ。幽体離脱は簡単よ。うわー、広いね、めっちゃ広いわ。さあ、じゃあここで問題です。この広さがヒントになってるかもしれない。僕の身長は何センチ？いやいや、部屋関係ないやん。1番100センチ、2番161センチ、3番3メーター80センチ。さあ、どれ？どれ？どれ？あ、むずいか。むずいのもわかる。今ね、ここのやっぱ広さで感じたもんね。ありそうだな。そう、2番ですよ。いや、難かったと思う。だけど、それが現実。それが現実。161センチで、もうめちゃくちゃ空白あったけどね。今こうだって、もうほら、もうこんだけ空白あるから、もう誰でもいけるよ。はい、いや、広くて綺麗で、マジで住みたい。住みたいとこナンバーワンだ。最高、最高。家賃を当てたらただで借りれるのコーナー、帰ってきたぜ。まあ、おさらいするとね、サンプル
田園府日本領事館の隣、うん、でもう土中心地ですよ。近くにスーパーもコンビニもありますし、1階には京和旅入って、ファシリティもすげえ、プール、ジム、サウナ最強ですよ。で、70平米でしょ。いや、前回がね、$1,800だよ。で、それよりはさすがにね、まあ、2年経ってますし下がってはいると思う。まあ、売買もね、こちらやってますね。売買の値段だけ教えてもらっていいですか。125億ドン。はい、もうピンときません。125億ドン。はい、すげえ。125億ドン。125億ドン。え、ちょちょちょ、35億みたいな感じで言ってるけど語呂悪い。6,900万円か。うわー、家賃変わってるっては聞いてるけど、上がってるか下がってるかマジわからないこれね。決めた。決めました。はい、いくよ。1,650ドル。刻む。刻むよ。だって当てたらタダで借りれるの。1,650ドル。じゃあ1ヶ月の家賃お願いします。1,300ドル。安ー。あ、そんな下がるんだ。やっぱ2年と、まあ、コロナ禍っていうのもあって、これから上がる可能性はある。あるっていうことよね。これから上がるならいつ借りるの。明日でしょ。今でいい。明日でしょ。これ見てすぐ決めてもらっていいよ。これはもうマジで気になった方はね、ほんとすぐに江ノ瀬さんに連絡してみてください。そしてほんと売買の方も力入れてますんで、もし気になった方はすぐにご連絡いただけますようよろしくお願いします。はい、それでは高知県最新不動産情報でした。また